二川温泉は、和歌山県有田郡有田川町に川823の温泉施設である。源泉の枯渇と配管設備等の腐食劣化により、2017年4月1日より休業している。源泉名、清水町福祉温泉有田川町の二川ダム下流の有田川沿いの国道4 8十号沿いに作られた温泉施設である。渓谷の土地の傾斜に建てられた。 杉材でできたドーム型ログハウス風の建物である。建物は2階建てで、2階に玄関、受付、喫茶店、土産物コーナーなどがあり、開花に浴室がある。エレベーターも付属し、高齢者、障害者にも対応している。玄関の柱には、樹齢400年のサルスベりが使われ、建物の構造材や内装には、地元産の杉の丸太が対応されている。なお、 宿泊施設、白馬が敷地内のすぐ近くに併設されている。浴槽には日の機材が使われている。風呂は循環炉か方式である。気泡風呂とサウナはあるが、露天風呂はなく、有田川沿いではあるものの、浴室から川は見えない。なお、同じ旧清水町内の有田川の約1 5トル上流側には、清水温泉もある。屈作により1998年に、 霊光線を得た。しかし、厳選枯渇などを理由に2017年4月1日以降は休業している。ABCDEFGHI 和歌山県温泉協会二川温泉。2020年11月14日閲覧。AB 二川温泉。ありがとうございます。